はい、それでは今日はヨーロッパの動きということで東側陣営の方を見ていきましょうという形になります。はい、東側陣営の方はソ連に対して抵抗運動を開始します。で、皆さんも覚えておいてほしいんですが、共産主義ってね、やっぱりね、民主主義と自由がない国っていうのが多くなってしまうんですよ。つまり民主主義や自由がないとどうしてもやっぱ統制が取りにくいんですね。要するに変なこと言っても独裁者の思惑で決まうから、要はそれに対する抵抗運動って必ず出てくるんですよ。これ必ずと言っていいこと。だから、この民主主義と自由を重んじようということで、チェコスロバキアがソ連に抵抗します。はい。で、チェコスロバキアがソ連に抵抗するという形になります。で、プラハとは、この1968年時代のチェコスロバキアの首都がプラハになります。いいですか？例えば、日本の東京みたいなんですね。だから、チェコスロバキアの東京みたいな感じになるんです。で、これプラハの春ってなんかすごい平和なイメージあるんですけど、これ全然、平和な話ちゃいますよ。はい。で、チェコスロバキアがソ連と軍事衝突を引き起こすというふうな形になるわけなんですね。だからチェコスロバキアが民主主義と自由を求めて、このソ連に対して抵抗運動を開始するというふうな形を取る。で、このチェコスロバキアとソ連が要するにぶつかって戦争によって多くの血が流れた事件ということですね。で、これ最終的にはソ連が鎮圧します。この当時のソ連めっちゃ強いんで、この当時のソ連ってまだ経済的にも強いし、軍事的にも圧倒的な強さを持ってるんで、反対する奴はもうぶち殺せばいいんじゃないっていう感じで、バーってやってしまう。いうふうな形になるんですね。で、このプラハの春という運動をソ連が、鎮圧してしまうというふうな形になるんですね。西側はとりあえず一致団結して、共産主義と戦っていこうと。ね。東側は要するに内輪で揉めているというふうな形になっていますね。で、こういうことの積み重ねによって最終的にソ連は崩壊してしまうわけなんですが、そこのところをまたしっかりと見ていくようにしましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。